首都気流は乱れてるが、可能な限り急いで向かうぜ。覚悟を決めて進むしかねえな。前方に飛翔体が多数いるぞ。黒い結晶、いや、エクシアだ。こんな何もない空の真ん中にもいるなんて。パンデモニウムに近づいてるからだけじゃなくて、空が胸壁に覆われているから。とにかくできるだけ倒しながら進むしかない。まったく懲りねえ奴らだぜ。グラン、懲らしめちまえ。感じたことのない肌触りだ。なんていうか、背徳的なリビドを感じる。うい、なんだお前、気持ち悪い、近寄んじゃねえ。え、B さん、こいつ、いつの間に。全然わからなかったぞ、B。 くそ、離せよこの野郎。貴様、 B 君に何をするつもりだ。何も、肌触りを確かめたかっただけだ。じゃあ何しに来たかって。竜の声が聞きたくてね。だよな、バブさん。竜の声。事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。破壊の翼よ、異を唱えるならば、その炎の輝きをもってこれをなせ。ルリア、どうしたの。おいおい、待ってくれよ。たく独りよがりだな。
がにやべえんじゃねえか。アレスやユグドラシルと同じだ。そしてそれをあの男が意図的に引き起こした。とにかく何とかしないと。このままじゃグランサイファーごと空の底に真っ逆さまよ。ちょっと待った、その星晶獣私たちがいただくわ。かなりの大物ね。こいつは私が唾つけてたんだから手出すんじゃないわよ、バザラが。敵を前にして喋りすぎだ、ゼータ。随分と有名になったもんだね。赤い姉ちゃんも記憶を書き換えられちまってるみてえだな。赤い姉ちゃんって色じゃん。いきなり変なあだ名つけないで。しかしこの状況どう動くべきか。何？邪魔しようっての？ゼータ、あの竜を放置すればこの船ごと沈められかねんぞ。二人がかりで狩るべきだ。はあ？あれは私の獲物。あんたはこっちの相手してやってて。お前一人ではあの竜は無理だ。二人でもどうなるか正直わからん。かといってこいつらの相手をしていてはその間に船ごと沈められる。見たところこいつらもこの竜を沈めたいようだ。となればここは共闘して。バッカじゃないの？やれるつってんでしょうが。喋りすぎたが、ここまで聞き分けがないとは。ここは任せてもらおうか。 あなたはあてがわれた偽りの竜の試練、それを乗り越えていくのを見届けるのが今回の私の役割だ。そしてその手伝いをさせてもらう。私がバハムートを抑えている間にその二人を正気に戻してやるんだ。わかりました。何何？どういうことよこれ。お互いに猶予ができたらしい。この気空師たちの処理を優先できるようになった。オッケー。じゃあちゃっちゃと片付けるわよ。
Quest clear. 結構楽しかった。どうしたんだ。しくじった。休んでいい、ゼータ。その鎧が相手か。これまでの誰よりも手強いはずだぜ。注意しろよ、グラン。分かってる。来い。Thank you.
セタ、俺たちは大丈夫ですか？セタさん、バサラガさん、ルリアちゃん。ねえ、もしかして私たち。詳しい話は後にしようぜ。今はあいつを何とかしねえと。やはり今の私では足止めが関の山だ。ベルゼバブの混沌の力が付与されていて、得意点でなければ沈めることはできないだろう。準備は整ったようだな。得意点、いや、グラン。はい、あとは僕たちに任せてください。では見届けさせてもらおう。ここでひらめく刃の光は必ずベルゼバブたちに届くはずだ。相手はバハムート。ここが正念場だな。私たち全員の力を合わせるんだ。ああ、パンデモニウムに着く前に景気よくバシッと決めてやろうぜ。これだけの仲間がいるんだもん、絶対に勝てるわよ。私たちも手伝わせてもらうわ。よっしゃ、やってやろうぜ、グラン。この戦い、絶対に負けられない。みんなの力を合わせるんだ。竜の声は聞けた。これが最後の扉。ああ、ゼロにして衆を司る輪廻の駆動を
かけた歯車の一辺であっても、その役割を果たすには十分。創生神の力の残滓、教育、すなわち世の力の一部となってすでに浸透した。得意点はどうする？なんだかんだでバハムートを退けたのはさすがに脅威なんじゃない？ケイオスマターとベルサス、この力を超えた世が限界すれば得意点の存在など問題にならん。よこそこの世界にとっての真の得意点となるのだからな。そうかい。じゃあ復活まではもう間もなくと見ていいのか？ああ。オーケー。じゃあ最後にちょっとだけ遊んでおこうかな。ベルゼバブという存在そのものが新たな得意点となり、存在しているだけで影響を及ぼすんだ。ベルゼバブが完全に復活すれば世界全体の因果の腐敗が加速し、全てが書き換わってしまうだろう。復活を防ぐ手立てはもはやない。できるだけ速やかに倒し完全消滅させるのが最善の手だ。でもよ、なんだってそんなとんでもねえやつがいきなり現れるんだよ。私も詳しくはわからないが、相当に数奇な運命をたどってきた星の民らしいからな。それに空の底、隔離世の力の片鱗も感じられた。詰まるところ、ある意味でこの世界にいるべき存在ではないのかもしれない。この世界にいるべきじゃない？グラン、あれを止められるのは君と共に戦う仲間たちだけだ。そしてこの先何が起きても動じてはダメだ。それが世界の選択なんだ。調停者である私ができることはここまでだ。さあパンデモニウムへ急げ。二つの得意点が重なり合う運命という槍が過去と未来をうがち、世界そのものを再定義するとき、私はそれを見届けるとしよう。一体何言ってんだ、羽毛のジョーちゃんはよ。行こう、パンデモニウムに。あのさ、助かったわ。たく、知らず知らずのうちに記憶が改ざんされてるとか。お前と、そして共に戦う者がベルゼバブとやらを止められると、さっきの聖少女が言っていたな。ならば力を合わせよう。俺たちにしかできないことならば俺たちがやるべきだからな。ああ、願ってもないさ。これで終わりにしよう。次こそ最後の戦いってわけね。やってやろうぜ、俺たちで。みんなで